おはぴよー、どうもひなぴよと、どうもドリーでーす。今回ちょっとね、もう時間がないんですよ。そうっすよ、時間がないから、ここのね、下行くとちょっとまた長くなっちゃうので、うん、とりあえずエンディング回収だけしちゃおうかなと思います、うん、ハッピーエンドが見たいの。そう、見せたいのよ、うん、見たいの。とっても素敵だから、うん、じゃあね、まずエンディング回収、多分残り2つ、うん、いや3つ、うん、んかな、3つあの3ついや2つんわかんねえ、うん、まあそう、トゥルーエンドを最後に持ってこようっていうあれね、うんうんうん、さて、うん、うん、なんとかの世界って、これ結局何の世界なんだろう。うん、ジャリーさんが読んでくれないのか。何この大きな絵、絵空ごとの世界、うん、ねえ、この絵の場所元の美術館じゃない、うん、もしかしてこの絵に飛び込めば元の場所に戻れるの。ちょっと噛んじゃったよでも絵に飛び込むってどういうことかしら。お、うわ、何、おお、見てイブ、額縁が、今ならいけるかも。これでもなんか十分なんかハッピーエンドっていう感じがするけどな、うん、やった、本当に入れたわ。ほらイブも早く、イブ、え、イブどうしたの。ほら来てごらん。おいおいおい、え、誰、イブ、やっと見つけた。あら、もう探したのよ、ダメじゃない、勝手にこんなところまで来たら。ほらお父さんも向こうで待ってるわよ、行きましょう。イブ、イブ、ねえ何してるの、早く来なさいよ。お母さん頼むわ。あ、イブ、知らない人についていったらダメよ、何回も教えたよね。ほら怖くないわよ、大丈夫だから。イブ、お母さんの言うこと聞けないの、知らない人についていったらダメ、もう二度とお母さんとお父さんに会えなくなっちゃうわよ。イブ、ほら引っ張ってあげるわ、だか ら, だからおいで、おいで間違えたわ、私が下だな多分、せーの、だから手を出して、うん、イブ、どっちなのこれ。私は、私、ギャリーさん手つかみてえけどな。つかむよ、うん、つかもうぜ、スクラゴンボールよし、かっこいい、うん、いや、ここにいるお母さんが本物なわけねえだろ。でしょう、うん、さあ出てきたが、ん、何をしてたのか思い出せない。でギャリーさんがいるのか、いるのか、いるのか、思い出せない、いるね、いるねって、まだわかんないわ。千歳雨があって、あー、いない、どこに行ったんだろう。あ、セーブできるよこれ、できるんかい、ここでセーブするの、ちょっと、うん、意味ないからやめようこれお父さんじゃない、うん、あれイブ、さっきお母さんがお前のことを探してたぞ、入れ違いになっちゃったかな、うん、キャリでもイブのこと覚えてるのかな、覚えてるかな、うん、ん、何か用、お嬢ちゃん、うん、何を見てるの。え、何って、このバラの形の像だけど、なんかこの像を見てるとさ、すごく切ない気分になるのよね、なんでかしら、うん、ってこんなこと急に言われても困るわよね、今のは気にしないで、それじゃあね、へえ、やっぱ覚えてないのか、覚えてないんだな。イブ、ここにいたの、あら、もしかしてこれを見てたの、なんかギャルだなすごいわね、これ人の心を表して
るんですね。イブの心にも綺麗なバラが咲いてるかな。ね、イブ、一緒に回りましょう。向こうとかまだ見てないでしょ。イブの気に入る絵があるといいわね。そうだね。そうだね。そうだね。なんか思い出せないんだけど、なんだろうな。ね。エンディング、片隅の記憶。お互い戻ってこれたはいいけど、覚えてないからな。っていうエンディングだね。一応どっかでセーブするか。なんか15が00になってるけど、まあ14。もうね、どこにセーブしたか分かんなくなってる。マジで。トゥルーエンドが見たいぞ。さあ、トゥルーエンド見るか。見ようよ。よし、そこまで勝つ。勝つ勝つ。これか。うん、あ、燃やす前だ。うんうん、オッケー。ああ、絶対スルーできないんだ。なるほど。なるほど。じゃあトゥルーエンドをおとなしく見よう。見よう。なるほどね。さてと、二人の幸せな時間を。時間を。あ、ここじゃないわ。そうじゃないわ。そう、選択肢が大事って言ったのは、もう何回やり直してんだよってな。ハンカチか。そう、ハンカチだわ。行くわよ。行くぞ。よし、行ってみましょう。メアリー、ごめんね、何回も燃やさせてしまった。はい。二人とも無事だったんだ。出てって。出てって。出てけーで燃やします。もうこれしかない。お願いやめて。うわあーやだあ。マジでここが本当に切ない。ダメだ。というか、女って怖いわね。うん、激しく燃えちゃったわね。イブ大丈夫だった？ガラス浴びたでしょ。え、私の手？うん、あれ本当だわ、切れてる。気づかなかったわ、さっきので切ったみたい。まあこれくらい大丈夫よ。でハンカチを渡すにしたら、トゥルトゥル。おあら、ハンカチ使っていいの？これ本物のレースじゃない。なんか汚しちゃうの忍びないわ。もう手遅れだけど。まあいいや、せっかくだから借りとくわね。ありがとうイブ。さて、それじゃあ行きましょうか。なるほど。さあ行こう、うん、帰ろう私たちの世界へ。リアルに戻ってもあのハンカチがそのままってことか。せやな、うん、おーいいね。3人セーブだ、うん。そしてここでもセーブだ。さあ、うん、ラストエンディング。一直線。あー待って、バラ1のまま。あまあもう必要ないか、うんうん、トゥルーを見よう。オッケー。あはん、あはん、レッツゴー。よいしょ。オッケー。オッケー。はい。はい。エソラごとの世界。ここにもお母さん来るの？来るかもしれない。お。お母さんになんてね、ギャリー勝てないよね。うん？うん？合ってる今言葉。ギャリーに勝てない？ああ。うん、なんか今どういう意味か分かんなくなっちゃってる、自分で言ってて。来るね。来るね。来るね。偽ママ。偽ママ。偽ママなんだろう。偽ママは誰かが化けてんのか、それとも幻覚とか。こう引き止めようとしてるんだろうね、この絵の中に。ゲルテの作品としてね。イブ、
ほら引っ張ってあげるわ。だから手を出して。だからおいで。イブ、キャリーの手をつかむ。キャリーの手をつかむ。当たり前だろこの野郎。そうだバカ野郎。バカ野郎。さあさあこれで自由ですね。これで、いや楽しみ楽しみ。何をしてたのか思い出せないけど、さあ横にいるんだね普通に。こんにちは。ん？何かよお嬢ちゃん。どっち？まあこれは一緒だな。この像は何？見せるか。え、これ？精神の具現化っていう名前の作品みたいよ。なんかこの像見てるとさ、すごく切ない気分になるのよね。なんでかしら。で、急にこんなこと言われても困るわよね。ごめんイブ。うわ。あれ？誰よイブって。え？あんたの名前？本当にイブっていうの？変ね。私別にあんたのことを知らないのに。なんか口走っちゃったのよ。変なの？へえ。でもなんか、私たち前にどこかで会ったことなかった？あ、いや、ごめん変なこと聞いて。今のは気にしないで。それじゃあね。おお、ん？何これ、ハンカチ？こんなの持ってたっけ？え、これあんたの？あら本当だわ、イブ。名前が入ってる。でもなんで私のポケットに？しかも血がついて。おお。すごい。怪我したんだわ、手に。それで女の子が、うん、女の子がハンカチを私に。へえ。そうよ、このハンカチ貸してもらってたんだ。すごい。女の子に、イブに。おお。イブ、思い出したわ。私たち一緒にいたじゃない。どうして忘れてたの？こんなに大事なこと。ずっと二人でおかしな美術館の中歩き回って、変な像に追いかけられたり、メアリーに会ったりしたわよね。イブ、覚えてる？思い出した。はい、よかったわ。いいね。正直今でも信じられないけど、本当にあった出来事よね。イブ、私たち無事に戻ってこれたのよ。もっといろいろ話したいことあるけど、私そろそろ行かなきゃ。あのさイブ、このハンカチもう少しだけ借りてても大丈夫かしら。このまま返すのはさすがにあれだから、ちゃんと綺麗にしてから返すわね。だからまた会いましょうね。いやー、いいね。エンディングがちゃんとあるんだ。エンディングすごい。あ、すごいね。すごかった。いや達成感すごいね。すごい。深夜の3時14分クリアした。こんな時間にやってましたよね。もうそんな時間？マジ？アリちゃんと会話してるとこですね。僕アリ。アリ。うわ、これ怖かったやつ。これあれか、ギャリーさんが襲われる時のシーンだね。未公開映像ありがとうございます。バラ持ってたら、花占いがしたかった女に取られたんだね。
まったね。あーメアリー。あーメアリー本当根っから悪い子じゃないからな。うん、ただ外に出たかっただけだから。なんかな、メアリーも幸せになってほしかったな。3人とも幸せになれるルートはないのか。あ、いいねこのイラスト。再会の約束。素晴らしい。シス、連絡先交換したんかな。うん。9歳と。9歳と。お母さんにちょっと教えた感じじゃない。ライン交換しようと。じゃあちょっとせっかくだからこの画面で終わろうか。うん。最高ですね。うん、やったトゥルー。トゥルーエンド。初コラボ、いいな、いい作品でした、うん、初コラボがホラゲっていうな。またね、違うゲームとかもやりましょう、やれたらいいなと思ってるので、やろうぜ。その時はまたよろしくお願いします。よろしく。ということでまた別の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。バイバイ。おつぴよでーす。おつぴよ。